感染の急拡大を受けて県は感染状況を表す指標を引き上げて対策を強化します学校でクラスターが多発していることから部活動の自粛などを求めます,うます今日開かれた県の対策本部会議では病床使用率が20%を超えるなどこのまま感染の拡大が続けば県民生活に大きな影響が出る懸念があるとして感染状況を表す指標を 現在のレベル2からより強い措置を検討するレベル2プラスへ引き上げることを決めましたこれに伴い来月1日から1ヶ月間独自の緊急特別要請を行いワクチンの3回目接種の加速化や教育・保育現場での感染防止対策の強化などを進めます特に学校に対しては各地でクラスターが多発していることから部活動の自粛を求めるとともに 自差投稿、分散投稿やオンライン授業を検討するよう要請しますまた認証店応援食事券や GoToEat 食事券は利用を控えるよう呼びかけます再開後に1ヶ月程度の利用期間を設定するということです